えお疲れ様です。10月10日木曜日朝6時の相場解説です。えっ、ー、と、何を隠そう今日私ね、最後の51歳で、明日から52歳になりますね。おめでとうございます。はい。で、こちらが重要じゃないんですけども、あの、これから重要なこと言いますよ。10月の20日から始まる週25日までですけども、おねね。私、インターネットの環境のあんまり良くないところに行くんで、相場解説は FX オリり合いィも込みで、ないと思ってください。 ただ、毎日不定期ですけども、あの、その間もね、ライブ放送を短いやつをポンポン投げますので、それにおいて、ちょっと私の生存確認はしていただきたいと思います。繰り返しますけども、10月の20日あたりから10月の25日あたりまで、この1週間、相場解説、その他の放送は、通常、通常通りできませんので、 ににポンポンンライブを投げるるこことになるとな思いますそこはご了承くださいで、今日の話題ですけども、今日はね、149円台の展開になると思います。やることは結構明確です。で、整理しておきたいのが、朝の材料がこちらにありますよと。8時50分ぐらいですよね。それから、あ深夜の材料がこういうふうにありますよってことなんで、今日のマーケットは今日次第ということになります。で、えー、ずっとね、円高の方向に動いていたんですけども、最近はドル高が顕著で、 トレンドを作っています、うん、ます、あ、ですんでね、まだしばらくこの動きっていうのは続きますんで、ロスカットを食らうまで倍を入れていけばいいんじゃないかなってところですね。で、4時間の方を見ていきます。4時間を見ていくと、このネックラインをすでに超えてます。超えた途端、149円になってるわけなんですけども、あの、結局ね、 緩やかに落ちていって、この移動平均線ぶつかって上の方に行った。それにつられて、やっぱり1時間軸も上昇トレンドを作ってるってことに相違ないと思います。で、この上昇トレンドはどこから始まったかっていうと、ここから始まってるんですよね。で、ずーっと上がっていって、石破さんがいろいろあったけども、ずーっと上昇トレンドですから。だからロスカットを食らうまで倍を入れていく。で、149円をクリアして、これからね、150に行くってことを考えていけばいいと思います。つい昨日のことですよ。 148円の000から148円の350っていう狭いレンジをスタートしてねそこからいろいろ考えていったのはね昨日のことですからねで今もう1円クリアして新しいマーケットをここに作ってるわけですよ1時間行ってみましょうかご覧のようにすごく緩やかですけども緩やかに下がってきてでこのポイントを転換点にしながら緩やかに上がっていったわけですよね で、ネックラインを超えたと。149円をクリアしたのも、まさにここですよね。ですんで、新しいネックラインとしては、ここに今見えてる候補が見えてますね。はい、ですんで、今後、値段がね、ここを突き抜けて、また148円台戻るというよりも、跳ね返って、ここを抜けていくってことを私は見てますね。ですんで、今日は149円を 半ばぐらいまでは緩やかに進むんじゃないかなっていうところです。で、それを確かめるために午前中は見ていくわけなんですけども、まずは8時50分の材料。ほとんど影響ないと思いますけども、これが過ぎたあたりからエントリーのタイミングを見ていこうと思います。今日はね、倍で行くのは倍で行けばいいと思うんですよ。ただどこで倍に入るかってことが大事で、うん、高値掴みをしないように、この大きな上昇の流れのエントリーポイントを探していきたいなってところですよね。 なるべく下がったところでエントリー、ね。上がりきったところで倍を入れちゃうと、さすがにロスカットを食らう可能性高くなっちゃいますんで。そういった意味で言うと、テクニカルの基本に忠実にエントリーポイントを探していきたいなってところですね。で、今日のだからエントリーポイントってのは、今下がりつつありますんで、これが戻ってくるあたり。で、明確に戻ってくるところがここだってわかりにくいんで、このネックラインを超えたところで倍。もしくはその付近で倍っていうのがいいんじゃないかなと思います。 はい、じゃあまた後ほど会いましょう。